アメリカのハイパーマーケットチェーンの一つであるフレッドマイヤー。オレゴン州ポートランドで撮影た七、プナーウィアのカルフールハイパーマーケット。ウーシマーケンのクラウカラで撮影されたヨーロッパのハイパーマーケットチェーン。フィンランドの公式マーケット。総合スーパーは日常生活で必要なものを総合的に扱う大衆向けの大規模な小売業態である。業界用語では ゼネラルマーチャンダイズストアと呼ぶ総合スーパーの特徴としては以下の特徴がある総合スーパーは多品種の商品を大量仕入れ大量販売する方式で高度経済成長期の日本の消費者の要求に応えてきたがバブル崩壊以降は消費者の要求の多様化などに対応できなかったこともあり日本では2000年6月の大規模小売店舗法の廃止に伴い それまで市街地立地に制約されてきた大型店の出店が広い土地の確保が可能な郊外に進むことになったことに合わせ、郊外の広大な土地に数千大規模の駐車場を備え、広域から集客する大規模なスーパーセンターや大型ショッピングセンターといった新しい業態が誕生した。また、イオンや伊東洋華堂カドでは2008年のリーマンショックによる世界的な不況後は、 総合スーパーの不採算店の積極的な再編を行い、新設の大型ショッピングセンターに置き換えている。ディスカウントストアが中心となり、ワンフロアにすることにより、人件費などに極限までに切り詰め、より大量販売による低価格を実現したアメリカのウォルマートなどが中心に展開するスーパーセンターという業態が、日本スーパーセンターやウォルマートグループになった西友を中心に、 日本にも登場し、前述の2社以外にも、後述のベーシアやイズミアなどの各総合スーパーもこの業種に進出した。しかし、スーパーセンターは低コストでの大量販売という点では優れているが、確一化された商品の販売という点では従来の総合スーパーと変わらないという問題点を抱えている。総合スーパーの強みである集客力や売り場づくりを活かし、 弱い分野である食品以外の部門を同一の建物に専門店を入れることによりお互いの弱点を補い、さらにその規模を生かして従来の総合スーパーよりも広域から集客するという大型ショッピングセンターが総合スーパーの進化型として登場した。日本で初めてアメリカで流行していた大型商業施設を取り入れ日本全国に普及させたのは大英である。 その後、ジャスコや三井不動産が参入していたが、その後1990年代に、長崎や泉、声優2000年代に、伊東洋華堂、ユニーなどが参入し、それに対抗しイオンは、ダイヤモンド式とイオンショッピングセンターをイオンモールに統一した。そうした背景から、従来の車で来店するには、不便な市街地にある総合スーパー単独店を、 郊外に置き換えるように出店していくようになった。さらには、その成功を見た商業施設分野に未経験だった商社や不動産会社までもがデベロッパーとして参入してきたが、大型商業施設はデベロッパーの流通ノウハウに影響される部分が大きい。テナントのほとんどが撤退、またそれによる魅力の低下など、負の連鎖により、開店数年で閉鎖を余儀なくされたり、 空きテナントだらけになってしまうショッピングセンターも出てきている。大型ショッピングセンターやスーパーセンターは巨大な敷地が必要なため郊外に建設されることが多かったが2006年に町づくり散歩の改正が行われ郊外地域への大型商業施設の建設は事実上できなくなった。また市街地にあった巨大工場跡地も用途地域の制限も厳しくなり 工業地域に大型店舗を建てられなくなった。そのため、現在においては、土地区画整理事業地内など市街各域内の土地に建設される例が目立っていたが、郊外に比べて、有料な立地ゆえに巨大な土地の確保が難しく建設費がかさみ、また2007年から起こったアメリカのサブプライムローンの焦げ付きや住宅バブルの崩壊などによる不況も加わり、 新設件数が少なくなる傾向にある。このほか各地域にローカル展開している総合スーパーも存在する。ありがとうございます。